加賀温泉駅前にあるキャンバスのバス停。バスの名称はキャンバスと表記している。キャンバスは石川県加賀市で運行されている観光自由バス。運行主体は加賀市などが出資する第三セクターちづくり加賀で加賀市に本社を置く日本海観光バスに運行を委託している。なお、バスの名称は公式のウェブサイトや車両並びにバス停において キャンバスと中黒を使用した表記となっている。キャンバスキャンバス2000年8月1日に、加賀商工会議所が主体となって、JR 加賀温泉駅を起点とし、加賀市内の観光施設18カ所を1周2時間で結ぶ路線を試験運行したのが始まりで、1日2便を無料で運行を開始した。当初は通商産業省による先進的商店街活性化事業の一環で、 利用状況を調査するために運行を実施。翌月の9月15日からは有料による運行を実施し、翌年の2001年4月からは、加賀市内の企業27社が出資して設立された、町づくり加賀に運行主体を変更して、本格運行を開始した。キャンバスの名前には、絵を描くというキャンバスと可能性があるという意味のキャンが込められており、商標登録もされている。 路線は、片山津温泉や、加賀橋立などの海側を走る、海回り、ルート、山城温泉や山中温泉などの山側を走る、山回りルートが運行されている。2012年4月14日からは新たに、小松空港を結ぶ、小松空港線の運行を開始した。主要バス停の未記載。路線はいずれも2019年時点で、 突起のないものは JR 香川線駅前、安倍押しティカダバス停発の時間。ダイヤなど詳細は公式サイトを参照。運行時間8時35分から16時20分、運行便数1日の7便。また一部は小松市内を走行する。運行時間16時20分発で1日1本のみ。運行ルートは山回りルートの逆となり。 山中温泉を経由する。運行時間、8時55分から15時20分、運行便数1日7便。一部の便は、加賀市医療センター、加賀フルーツランド間、または、加賀フルーツランド加賀市医療センター間が無停車となる。その場合、加賀フルーツランドでバスを乗り継ぐことができる。また、福井県阿原市を走行する区間がある。運行時間、 9時5分から16時40分、運行便数1日5便。区間乗車の運賃制を採用しておらず、当初は1日乗車券あるいは2日、乗車券のみの取扱いとなっていた。乗車券は以下の通り、2019年10月1日に消費税の税率が改定されることに伴い、乗車券の料金を改定。周遊乗車券と空港アクセス券が値上げされた。 また、西日本旅客鉄道の金沢、加賀、のとグルリンパス、東海旅客鉄道の金沢、加賀、のとグルリン切符でも乗車することができる。この場合、有効期間は3日となるが、利用時に帰り券とキャンバス引き換え券を提示して、キャンバス周遊券と引き換えとなる。なお、金沢、加賀、野とグルリンパス並びに、金沢、加賀、野と グルリン切符は北陸地方では販売していない。車両には、クタニの5歳の赤、緑、紫、黄、青を各車両に使用している。2002年に第12回 CS デザイン賞受賞。かつては、加賀市内の風景やゆかりのある人物が描かれているラッピングバスが使用されていたが、車両の更新により、ラッピングデザインから単色仕様に変更されつつある。 運行開始当初は、日野、リエッセ3台であったが、現在は大型、中型バス4台で運行されている。また、各車両には乗務スタッフが同乗する、ツーマン運転であり、観光案内や乗車券販売などを行う。現行の車両は、以下の通り、予備車として、日野、リエッセや、その他のバスで運行する場合がある。ありがとうございます。